いいですか？あなた方に予算を出しているのは誰か、しっかり覚えてくださいね。紫の式をあなた方に任せた理由、きちんと覚えていますね。わかりましたか？わかったら、うちにちゃんと警護のものを向かわせてください。カーリー、一体何をやっているんだ？あなたには関係のないことです。いい加減にしないか、カーリー。ちゃんと警護の人間をこちらに向けるって言ってくださいましたから。よし、あなたの名前はシロ。シロにしましょう。白雪姫のお姫様の名前からつけたのよ。どうかしら。あら、嫌なの？いいの？どっちなのかしら。あなたの言うことはわからないわね。だからあなたはいつまでたっても上流階級の。そんなことを言っていては、カイネの将来のためにならない。私の苦労も知らずに。おじいさまも優しいけれど、おばあさまだって本当は優しいのよ。おばあさまはレギオンとの戦争で英雄になったんですって。今でもたくさんの軍人さんがご挨拶に来られるのよ。私は幸せ。そう、おじいさまとおばあさまがいてくださるから幸せ。でも私、時々怖くなるの。なんだかわからないけど、心の中に黒い霧のようなものが出る時があるの。何不自由なく育てられているのに、恐ろしい夢を見る時があるの。私、どうしたらいいのかしら。そうね、あなたがいてくれれば大丈夫ね。新宿区、渋谷区、中野区、世田谷区での避難勧告ですが、一時解除されています。在宅の方は極力外出を控えるようにしてください。繰り返します。レギオン発生に伴う新宿区、渋谷区、中野区、世田谷区での避難勧告ですが、一時解除されています。